はい、どうも皆さんこんにちは、キナです。今回ですね、ついに完全に恥卒業した、トランクスベジータ使っていこうかなと思います。やばいです。今ウルトラカマロズが登場したことによって使用率爆増、そして株爆上げしております。なんでかっていうと、ロゼと同じ未来タグを持たせつつ、こちらの最強覚醒フラグメント、ベジータ一族がいるとキスナシの蛇行を 15% マックス、上げてくれるっていうやつなんですけど、このねベジータ一族っていう条件を、このトランクス&ベジータがこなしてくれるっていうね、最強の役割を担ってくれています。しかも黄色緑で相性がいいっていうね、やばすぎる相性のキャラクターが出てきてしまったということで、はい、せっかくなんで全開アビリティをね上3枚に乗っけたキラキラやばすぎ未来パーティー使っていこうかなと思います。さあお願いします。相手は来た未来パーティー。ただ相手さんは石腕がね黄色枠になってるってことなんですけど、いや石腕より使用率高いと思いますよ。トラベジ来ましたね、ついにこの子の時代が。なんなら一緒にフェスティバルでね出てきた極ベジ4よりも評価が高いかもしれない。はい、これ特殊繋がんないよね。あー、だけ振りますか。かぶせ別にされてもいいし。突っ張っていくが入らないでいく。いきますよ。ほい。強すぎ。さあ、強すぎ問題入りまして。あー、属性流行必殺打っとこう。ギュイーン。うわ、破棄された。やられたわ。まあいいや。クイックで、しっかり黒出血入れつつ、欲張りましょう。カマロズの欲張りは最強。待って。そっか、ヒュミ。オッケー。完璧。強っ。いや、マジ、カマロズね、やばいですよ、今。あ、帰ってきてんのか。それはやられた。ポイチョされて。中距離。タックル反応しよう。オッケー。さっき人格なしやったんでね。さあ、強いです。来ました。で、こっち帰って、徳川向こうで殴ろう。外します。もちろんね。やばすぎ。やばいやばい、火力やば。で、ここで、反転して、徳川向こうの射撃。強すぎる!ナイス!ナイス!はい、ありがとうございました。いや、お願いします。髪の木だったかな?ちょっと、あんまりしっかり見てなかった。あ、髪の木?よくわかんない編成ですね。大剣上がり決めたかったが、オッケー!これ、ビーストケアしましょう。来い。マジで来た?ラッキー?さあ、理不尽必殺。理不尽必殺ではないか、別に。あ、根血キラーのフラグつけてるから、バカ強いわ。かぶせたいです。なんか必殺持ってきたんで。大キャンガリーはい、プロ。もうこれで、トラベジゲーでしょ、完全に。ウラン、ゴリゴリ入ってますね、神木射撃。完璧。はい。おお、変えてくれんだ。164。感じ、大キャン打って、止めてくるか。あ、これ来ました。トラベジの、お、ナイストラベジ、あんま使われても 200% ダメージなんで、250% だったかな。とりあえずめっちゃ入ります。止めて。攻めてくる。まあ、しゃあない。開発してないか。もうでも別にゆっくり行けば、絶対勝てるんで、OKOK。もろてもいいです。もらいはね、裏切ればいいんで。やばい。これはトラベジの活躍と言っていいんでしょうか。紫カマが強かった気がするけど、まあ、OK ということで。さあ。あ、待って、なんか出せなかったんだけど、裏。まあ、いいや。ナメプみたいにやっちゃったけど、まあ、惜しみす。いや、もうこれ倒してもらうの時間かかるからいいかな。なんか、うん。後味悪い。マジクソ火力出すね。さあお願いします。来ました、 GT グミハジ大活躍よ。これぶっ刺さってますね。行きましょう。そう、このね極ベジ4よりもなんなら今評価高いかもしれませんね。マジで強い。お願いします。めっちゃ使用率高なってるんでね。あ、一応かぶせケアするか。そこ止めてくるか。あんま持ちじゃないんで速射打って、あー、ガンガンいっちゃいましょう。 OK、 ガンガン攻め。変えてくるかな。いや、ちょっと特殊怖いんで、まあ、素直に行きましたが、まあ、しゃあないと。腹パン射撃ね、止めまして。さあ、ここずらして。いや、反応したくないね。
あんまでも結局押しちゃう。もう極美じゃ最強じゃないか。出しましょう。 OK、 有利属性なんで出して、必殺封印が優秀と。バリツか、神と射撃うまい。あ、絶対うまいわ。もう今の一手で分かりました。絶対うまいです、この方は。打って最速パラダイス。あー、カマギリかな。いや、正直ロゼいらないな。待って、痛い。ちょ、こっち出しますね。一応玉吐きがまだ1回残ってるかな。さあお願いします。 OK、 止まってくれる。タックル回避 OK。 最強カマブリ大剣振っていく。あ、麻痺ついたくない。どうなんだろう、見て、見えそう。 OK、 よしナイスカマで、玉木入るかな。お、そっち出してくるか。うーん、ちょっちこれはね、必殺打ちまして、ユニゲ溜まってますね。ちなみにラックル入れて、下がってつろ。待って、これ言っていいんか。入れ込んじゃったね、恥ずかしいね。グミ何これ、タックル。いや、これはかぶされてもいいから打つか。ちょ、最速取られてばっかだから、ちょっと回避見たい。回避見させてほしかったけど。いや、これもいっていいよ。バリ強い。トラベジが色で頑張ってる。いや、それ耐えるでしょ、さすがに。耐える読みで打ってます、ちなみに。はい。ナイス、ナイス勝たせよ。え、ちょ、なんか必殺痛いんだけど、地味。え、ちょ、耐えないの。ちょ、体力済みしてないから耐えないかも。ちょ、最悪だ。切ってくるか。くっそ。決ま、ちょ、待って。あー、マウルロゼ知ってるけど、逆にトラベジはめっちゃ接待ですね。これは来た。行きましょう、頑張りましょう。ただ、ウルトラゴジータのユニゲだけはもうどうしようもないんで、まあそこをいかにあれするかですね。できればライジングかぶせたいなと。さあ、神手射撃。あ、待って、遅れた。最悪だな。ここなんですよ。 OK、 アーマーキャンセルが使えると。別の意味のアーマーキャン、これ外していいですか。出血分巻きしたい。 OK、 出血分巻きおじさんになっていく。で、ちょっと欲張ります。やりたい放題します。攻めの意識、頬の肩かぶしたい。クイックくるか。タックル回避ずらし、マジか。キャラチェン特集、そっか、特殊持ってるか。まあ、しゃあない。結構効きそうだな。村染めだからな。いや、強い。で、すかさず射撃の可能性が十分ありき。かぶせさせてくんないな。はい、見て、射撃。オッケー。さあ、特殊で、ゴジータ来い。マジで来たマジで来た。さあ、ダメージ稼いでいきましょう。トラベジでライジングと。完璧。オッケー。必殺読まれるかな。ロゼの効果知ってそうだもんな。相手なら仲間ちゃん使ってるもんね。さあ、シュンシュンシュン。シュピシュピシュピン。かっこいい。OK、取っていく。で、トラベジぶっ刺さりなんで、まあ、下げなくていいかな。どうせ属性受けでできるんでね。700万。強すぎ、最強。神で射撃打ちましょう。まだ弾は溜まってないはず。タックル回避？入れとくか。待って、なんで回避じゃなかったん。最悪。お、見せてくれてる。ラッキー、ありがとうございます。いやー、射撃だな。オッケー、マジで言ってます、それ。待って、判定遅れた。じゃ、属性相性が分かんない。さあ、こっち変えて必殺で、これ有利属性。ナイス、強。射撃打ってくる、マジか。効く。危な。さあ、ロゼで玉吐きしました。これはさすがにメインだな。待機回しましょう。神手大キャン、あー、回すと言ったのに嘘つき。トラベジは守りたいんで、はい、大キカバちゃん持ってます。で、大剣振って湯逃げ溜めて、これも神手止めて、キャラチェメイン。
いや、なんか入れ込んでくれてない？速圧。オーケー。よし、大戦ありがとうございました。てなわけで、今回はですね、ぶっ壊れのトラベジ、ぶっ壊れのトラベジ、ぶっ壊れたトラベジ使っていきましょう。お疲れ様でした。